はい、こんにちは、ポンダルミです。今日のお花はこちら、フリージアです。フリージアはだいたい12月の終わりの年末ぐらいから4月までお花屋さんで出ています。4月は半ばぐらいまでかなと思いますけれども、本来だいたい、そうですね、関東、東京近郊だと4月に咲くという感じのお花ですが、花屋さんだと早めに出てくるんですが、チューリップみたいに早く終わっちゃわないで、割と外で咲く季節まで出ているお花です。なので今くらいに紹介しても多分まだ売っていると思いますので、お花屋さんを見てみてください。スーパーとかの束でもね、よくこうやって出ています。こちらフリージアは葉っぱもね、細いんですけれども、大抵こうやってついて売っています。葉っぱも使った方が綺麗ですので、葉っぱを使いましょう。言ってもですね、このまんまこうやって飾ろうとするととっても長いです。特に花屋さんで売ってるちょっといいものほど長いので、切り分けます。切り分けというのはですね、この葉っぱですね、葉っぱとこの茎、こうやって枝分かれをしています。こういうところでこうやって葉っぱの方向に沿って、これだと向こうに向かって小枝が伸びていますよね。このハサミの方向に合わせて、これに合わせてこうやって切ります。そうすると切った跡が分かりにくいので、切ったことが分からない。葉っぱをこうやって外せますので、パカッと取ってしまって OK です。葉っぱを外してもいいし、葉っぱに沿って、葉っぱが、そうするとこれは向いてしまうと短くなりますので、こちら側をこうやって今度葉っぱの向きに沿ってこうやって切ると、葉っぱを長く使うことができます。こうやって分けていくと、たくさん小枝ができるのはもちろんなんですけど、葉っぱを捨てなくてよくなりますから、葉っぱがないお花じゃなくて、ちゃんと葉っぱがあるお花として飾ることができます。今切ったまんま、ほとんどこれはもう入れただけですけれども、最初に長いまんま入れようとした時とは全然姿が変わってくると思います。十分綺麗だと思います。ちょっとこちらの花が大きいので、あとこの器に対してちょっと長さが長いので、これを切りますね。もしこのくるくる回っちゃうんですけど、どうしても細いので、くるくる回りすぎるのが気になるようでしたら、あのセロテープをピッと渡してください。それでだいぶ回らなくなりますので、こんな感じになりますね。これだけでもすっきり綺麗だと思います。フリージアはこのスッとしたお花なので、ガラスとかこういうあんまり邪魔がないものの方が似合うと思います。で、いつもの通り何か敷物を引くと、よりグレードアップというか、少し見た目が良くなりますので、これいろんな敷物を試してみてください。雰囲気が変わります。